皆様こんにちは。こんにちは。大阪遠征が決まりまして、はい、非常に楽しみなところではございますけれども、はい、我々も準備をですね、今、はい、あ、ちょっと初段の受けさないですか。じゃあちょっと中段あ、一旦取り直しますか。どうします。水素の契約の受けさないですね。あれ、あ、お邪魔しますあれ、皆さんこんにちは。どうもおなじみの、はい、細木選手です。いつもお世話になってます。あれ、こちらの車は、トーマス・エンドレス。これは何という車でしょう。これはスイフトを新しく34、34S ですね。次のモデルはこんな感じに、はい、もう、こういう形で、はい、全くダートラとは無縁の車になっちゃいましたね。そうですね、うちの店舗ともちょっと無縁の車両、ほど遠い、こことここぐらいの差がありますね。じゃあちょっと外も雨が降ってますし、はい、雨が降ってきましたんで、中の方へご案内したいと思います。はい、どうぞ。はい、今日はスイフトスポーツではなくてセルシオでお越しになっていらっしゃいます細木選手のご紹介でございます。どうぞ。あ、すいません、お邪魔します。ということで、はい、ご本人登場というか、ブログではたくさん上げさせていただいておりますけれども、前回第5戦は、表彰台第2位、ね、はい、おめでとうございます。で、もっとすごいのは第4戦ですね、はい、第3戦本当ですね、もう惜しい状況、あのままですね、最終コーナーうまくね、いけてればですね、まあ、間違いなく優勝だったと思うんですけど、はいはい、その次戦ですね、はい、なんとか監督が間に合わせた、第4戦、はい、またぶっちぎりの復活優勝ですよ。はい、すごかったです。底力を感じましたね、皆さんのおかげで。はい、まあ、今日はその優勝報告も、含めてですね、遊びにお越しいただいたという形でございますけれども、はい、まあ、車の方も着々とですね、事故クラッシュから、まあ、無事というかですね、本当復活ということで、体の方も特に、あ、全然問題ないです、はい、体も安全装備しっかりしてますから、はい、なんかあのハンスが間に合う間に合わないみたいな、なんかそんなのもちょっとちらっと耳にしましたけれども、はい、またこれからもですね、ずっとシリーズは続いていくわけなんですけれども、車の調子の方はいかがでしょうか。車はですね、もうちょっと仕様変更、いろいろセッティングを変えて、はいはいはい、またちょっと次戦が野沢になるんですけど、はい、いろいろちょっと工夫をしてですね、はい、次もぶっちぎりで、はい、勝ちたいなと思うんで、今村さんと共に表彰台を、ね、そうですね、はい、狙ってまた頑張りたいと思いますので、よろしくお願いします、はいはい、ぜひ表彰台の方に登っていただいてですね、はい、私たちも本当毎回楽しみに、はい、日曜日は結構、店舗としてもですね、バタバタしてる時間が多かったりもするんですけども、速報をずっと見ながら、はい、じゃあ今日も本日もちょっと少々お待ちいただいたんですね。そうですね、はい、随分お待ちいただいたんですね。もうあの朝のうちにお越しいただいたんですけど、もう夕方になっちゃいまして、はい、なんかいつも一日あの店舗の方にいていらっしゃるイメージがありますけれども、わざわざ今日は、はい、遠方の方から、はい、うちの廃棄となる、はい、ZC33S のですね、あのノーマルマフラーを取っていただいて、そうですね、あとは、部品ですね、はい、部品の、あとこちら、はい、大久保さんのパワーエアコンプラス、こちらも入れていただきました。ありがとうございます。はい、車が大きいですから2本入れなくて4本くらい押してますので後ろにもね、風が届きます。そうですね、はい、あの細木選手の車にも入ってるこちらの製品、ぜひ皆さんよろしくお願いいたします。サポートどころか金使わされてそうです、あのもう強引に入れてくださいということでちょっとお願いしてですね、あの入れていただいたりもしましたけども、これを見てるですね、今村選手も、あ、俺も入れに行かないといけないなって今頃思ってらっしゃると思いますけれども、見つけましょうかそうですね、はい、ということで、まあ、今日はあの、まあ、本当に遊びに来ていただいてですね、我々も今後の戦いが楽しみなところではございますけれども、まあ、本当にファンのお客様多いですので、ぜひ最後に意気込みというか、今後のシリーズに向けた最後の意気込みをぜひよろしくお願いします。はい、今村選手と共にですね、ワンツーで、シリーズを勝ち抜いていきたいと思いますので、はい、皆さんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、ということで本日は遊びにお越しいただきました細木選手のご紹介でした。この辺りでお別れです。さようなら。